ない。まだ探し物ですか、お父さん。ない。クラッチペダルがない。新しいエルフはマニュアル車だけど、クラッチペダルはありません。クラッチない分苦労がない。スムーサーいい搭載、イスブエルフ。さらにクリーンになって新登場。おはようございます、蟹瀬誠一です。おはようございます、小川真由美です。エルフモーニングダッシュ、蟹瀬誠一ネクスト、木曜日のスタートです。まあ連日このところね、耐震強度データの偽造の事件のお話をお伝えしておりますけれどもね、はい、また別の偽造のニュース入ってきましたね、はい、今朝の読売新聞の中に大きく出てるんですが、 UFJ 銀行21日都内のコンビニエンスストアの現金自動預け払い機、ATM ですよね、はい、ここで合わせて15人分の偽造キャッシュカードが使用されたと、こういうふうに発表したんですね、はい、でこれ実はつながりがあって、この ATM コーナーに盗撮用の小型カメラが仕掛けられる事件ってありましたよね、はい、この一部が愛知県内の ATM で盗撮されていたことが分かった。つまり、この偽造キャッシュカードに使われたデータは、実はこの仕掛けられてた盗聴用のカメラで盗まれたデータが使われてた、はい、いうことなんでね、まあ本当にハイテクになればなるほどこういう怖いことが起こると、そうですね、びっくりしちゃいますけどね、USJ の ATM って警備員の方常駐してらっしゃいますけど、うん、その前に盗み取られたものってことですね。そういうことですね。それからさらに、はい、さらにですよ、マグロも偽装、717件、はい、スーパーとか小売店に並んでるマグロの不適正表示っていうんですけどね、はい、この半年間で717件に上るってことが農林水産省の調査で分かったっていうんですよね、どういうことかって言いますとね、まあ、生鮮マグロ、それから加工品2万点について調べたんだそうです、はい、で魚の種類とか原産地が正しく表示されているかどうか DNA 検査までやった、その結果、実際にはミナミマグロとかね、キハダマグロ、それを値段の高いクロマグロと偽った表示、あるいは外国が原産地なのに国内の水揚げした港を表示する、こういうふうにしてね、いかにも国産という感じですね、そういうふうに見せていた、はい、もうひどいもんですねこれ。なんか日本全国偽造偽装っていう感じがしてきて、何を信じていいのかね、よくわからなくなってしまいましたよね、はい、12月22日木曜日、今朝のお天気です。上空に再び強い寒気が入って、お天気は荒れ模様です。東京現在は晴れ間が出ています。今日は晴れて空気が乾燥しそうです。ただ寒いんです。日中の気温は昨日よりも4度低い8度ぐらい、冷たい北西の季節風が強いため、体感ではさらに寒くなりそうです。防寒対策しっかりして今日はお出かけになってください。代わって列車情報です。現在首都圏の JR 私鉄は平常運転しています。お天気と列車情報でした。今朝の7時台のコメンテーターは文藝春秋日本の論点編集長の渡辺和弘さんです。渡辺さんにはですね、あの大阪で起きた事件、マンションで姉妹が殺害された事件ですけども、はい、犯人捕まえてみれば16歳の時に実は母親も殺していたという過去が明らかになりましたね、はい、少年法って一体何のためにあるんだろう、改めて、渡辺さんと共に考えます、はい、そして8時台のトーキングネクストのテーマはこちらです。それは気が早すぎ。まあ誰が出るのかわからないのに、トリノオリンピック観戦するツアーの受付始まったんですけども、はい、女子フィギュアスケートは大人気、これはまあわからないことはないですけどもね、ちょっと早すぎるかなと思ってる方もいるかもしれませんね、はい、というわけで今朝はあなたがそれは気が早すぎと感じたこと、ぜひお寄せください。受付ファクス番号は東京 03-5269-1138 番、メールはすべて小文字で next@
ク JOQR.net。 今週のカニセッションは仙台から牛タンカレーの詰め合わせ、はい、今日も1名の方にご用意しています。まあ私も年末ジャンボ宝くじ久しぶりに買いましたよ、はい、もう2カ所で別々に買いましたね。今回狙ってますよね。ということは3億足す3億で6億これをどう使うかね今一生懸命考えてますけどね。これは気が早すぎるこういうことですよね。そういうことなんだよな何使うんですか。だけどね、なんか今年はね当たりそうな気がするんだよ。多分皆さんそんな気がして買ってると思いますよさあどうですか。夢を潰すなさあ赤西誠一ネクスト、今朝も最新のニュースをお伝えしてまいります。